皆さんはこんばんにちは、マリサだぜ。え、なんで俺呼ばれたの？ヒトポンです。いや他の人たちがみんな用事あるって言って実況できないらしいからさ。要するに数合わせと。ちなみに今回はウィドウメーカーを使っていくぜ。ウィドウメーカーを使うなんて珍しいね。久しぶりにやってみたかったんだぜ。それじゃ試合開始までカット。やっぱり初動は高台か。高いところだと頭に当てやすいからな。相手にスナイパーいたら真っ先に警戒される場所だけどね。てかトレーサーいたな。トレーサーに当てれなくて何か言ったか。いや何も言ってません。でも頭には当たってなかったけどね。久しぶりにやって頭に狙って当てれたらすごいんだぜ。ごもっとも。できるだけバリアを外した時に攻撃してプレッシャーを与えたいぜ。やっぱり頭には当たらないな。プロゲーマーってわけじゃないからね。特にタンク以外のキャラ頭小さいし。結構惜しかった。もうちょい左だったね。やべ、穴が狙撃してきたんだぜ。ロードホックか。上にいると結構厄介だな。ロードホックに気を取られすぎてない？視界から外れた途端にフックが飛んでくるとか結構あるし怖いんだぜ。ジャンクしないか。とりあえず味方も戻ってきたし上に戻るんだぜ。なんかすごいところにワイヤー飛ばしちゃった。そこワイヤー判定あるのか。知らなかった。世界は絶対にエレベーターのローンとして失敗したよね。いやわざとだぜ。いやさっきジャンプで乗ろうとしてたし絶対に乗ろうとしてたよね。え、なんでハッケロ構えてるの？え、まさかマスパ撃つとか言わないかな。おっと、いつの間にか敵が攻めてきてるな。とりあえず敵が来るのを待って構えておくぜ。お、車線が塞がれちゃったな。あ、こっちから見れないのか。あ、敵をがやられちゃったんだぜ。まあ、今のはしょうがないよ。生きて上がったか。これぐらいで俺が死なないことぐらいわかってるってに。相変わらずのしぶとさだな。俺を殺したいなら楽しいこと消滅させる動きじゃないと無理だぜ。あ、後ろからラインハルが待ってたのか。これは仕方ないね。あの距離はな。とりあえず戻ってきたぜ。この間に一回死んでるけどね。言わんでよろしい。てか普通に安定してるな。味方が強いね。ちょっと敵が来るまでカットするか。だな、今の一発で場所バレたな。場所変えた方が良さそうだな。ハルトのバリアは打たないのか。バリアを外した瞬間に薄くダメージを与えた方が良さそうだからな。外していいですが。次は当てるんだぜ。よし、なんとか援護できたな。特に相手の必殺技の被害はないね。いい方じゃないかな。上にゲンジがいたな。必殺技使ってゲンジの場所調べるか。この破壊しが終わったところを狙うぜ。頭はもう少し上だったね。惜しい？次は体に当てても多分倒せるかな。ちゃんと狙うぜ。さあ来い。あ、風切りか。完全に狙われてるのバレてたね。顔を出したところを狙うぜ。お互いに弾が当たらない戦いである。そして諦めていくスタイル。ゲンジは後でいいんだぜ。逃げ足発見。逃げ足には自信があるんだぜ。いや止めてないか。倒せた。マジかよ。てか向こうでゲンジが暴れてるんだぜ。ヨシオがとどめを刺したみたいだね。タンク以外は当たらないね。最初らへんトレーサー当ててたからキャラで。ダメです。敵だな。いやタンク以外当てて倒さないとダメだね。味方が倒してくれるから問題なし。ウィドウメーカーなのに。ナイス味方。味方が近くにいてよかったな。マジで助かったんだぜ。てか相手助かるわ。なんか生き残ったんだけど。よくあれで生き残ったな。あ、ロクリーのフルパスだったんだぜ。最後の最後で華麗に死んでいくスタイル。やかましいわ。というわけで最後は何もしないで終わったんだぜ。完全に味方ゲー。俺は早い。
というわけで今回はこれでおしまいだぜ。また別の動画で会いましょう。それでは。バイバイ。